今回ですね、タイにおいて、タクシーではなくて、配車アプリ、グラブを使用して、ということで、皆さんにちょっとね、説明させていただきたいと思います。まあ、普段ですね、まあ、バンコク駐在してたのもあって、タクシーってかなり手慣れているので、一回もぼったくられたことはないんですけど、まあ、旅慣れてない方、初心者の方とかであればね、いろいろ不安だと思うんですね。安全性からすれば、やっぱり配車アプリの方がいいと思うので、なんで配車アプリの方が、まあ、いいんじゃないかなと思います。特に女性に関しては、特にそう思います。で、今回は、この、グラブを使用してということで、先日、あまた工業都市の、日光ホテル、ホテル日光を宿泊して、ね、そこから大体70キロくらいかけて、バンコクの中心街に戻ってきたんですけど、その時にね、せっかくなんでちょっとグラブ使用してみました。まずは、ここのところ、グラブのアプリを入れ込んで、そして、行き先を入れます。この BTS アソークという入れたんですけど、こういう感じで入れて、そこを、クリックしますね。はい。で、次にこちらですね。で、地図ということ、ピックアップポイントということで、迎えに来てもらう場所ということで、まあ、これ、GPS つけてね、地図で、表記させて、で、そこのところで、choose this pick up ということで、ここの場所で、ピックアップする、この場所をピックアップする、選択するっていうところをボタンを押す感じですね。はい。まあ、もし別の場所だったら別の場所ですけど、まあ、基本的に、GPS でということで、今いる場所っていうのはね、表記されると思うので、ここで、まあ、ピン止めされてますよね。このところで choose this pick up というね、このボタンを押してる感じです。で、これ次にこちらですね。ここのところで、アソークまでということで、チョンブリー、そのあまたのところからということで出発してということで入れて、料金がこのリーシャンで入れますね。956バーツ、グラブカー、your trip。1 hour 8 minutes ということで、1時間8分で到着。キロに関してはこの 72km です。で、こちらですね。この最初の運転手ってのはこちら運転、ホンダジャズということで、driver is on the way at 12 minutes ということで、まあ割と近いところにいたんですね。で、この後、この女性からメッセージが来て、しばらく待ってたら来なくてね、メッセージが来たんです。で、このところで、このタイ語で書かれてちょっとわかんなくて、まあ、シートランスフレーションということで、これ英訳されたんで、ちょっと読んでみたら、そちらからキャンセルしてください。理由はそれしか、まあ、何も書いてなかったんだけど、まあ、多分、バンコクだから遠いからということで、ね、多分行きたくなかったんだなって感じはしました。はい。南米とかに行った時、ウーバー利用して、それでなんか、キャンセル、なかなか来ないんでね、キャンセルじゃない、いきなりなんか、手数料取られたりしましたけど。で、今回、これはね、特にキャンセル取られたことがあって。で、これですね、キャンセルブッキングということで、ちょうどキャンセルブッキングということで、このキャンセルブッキングのこの赤いボタンを押してね、キャンセルしました。で、すぐに別の車を手配ということで、この日産のノートもですね、手配ということで、まあ、これ9分だったので、割と早めに来てくれました。はい。すぐね、一応他の運転手見つかりました。まあ、バンコクからかなり離れたところに、そんなに大都市はないところなんでね。結構早めに見つかりました。で、今からね、このチョンブリーですね。アマタシティ、日光のホテル泊まったんですけど、これから、グラブで戻ります。いきなりタクシー来たんだけどね。ちょっとグラブ使って皆さんに紹介したかったんで、グラブ使ってということでやります。一回キャンセルされてね、遠かったのかな。で、二回、二人目なんですけどね。今向かってるところですね。で、これからちょっと乗り込みます。日産のノートですね、車、車種とか出てて、顔とか名前も出てるんでね、割とこれ安心できるところですね。こんな感じでね、出てきて、このマップね、地図上出てくるんです。だから動いてくるんで、大体今どこにいるかって分かって、ドライバー is on the way ということで、まあ、アンテンション向かってるところですという、6 minutes ということでね、6分ということでね、だんだんこれ距離が縮まってくるんで、あ、近づいてるのだと分かるんです。で、ホテル日光アマダシティということで、ここをチェックアウトして、グラブの、車に乗って番号が戻りました。こんな感じで来ましたね。これから乗ります。日産のノートです。で、これですね、一応地図上出てきますけど、You are on the way というか、乗り込んでから、まあ、今ね、向かってる途中ですということでね、1時2分に到着って出てきますね。はい。で、今こんな感じで乗り込みました。日産のノートですね。はい。グラブということで、そんで俺結構タクシー利用しちゃってる派だったんで、あれだったけど、グラブということで、久々ですね。あんまり利用したことないです。ウーバーなんかだと中南米回ってる時はタクシーと、タクシー4割、ウーバー6割で配車アプリね、やってたんだけど、まあ、グラブ利用しました。ということで、今から、市内中心ですね、あまたから大体70キロぐらい、アソークまで、向かいます。価格で言うと957バーツとか、そのくらいかな。で、それプラス
割と新しめかな、これ。10年経ってないぐらいかな、うち。まだ10年以内。7、8年じゃないかな。で、ここから、ですね。これ行くとパタヤとかラヨンがね、うちのこう、ちょっと左曲がってきて、行ったりします。苦手な人だったらやっぱり配車アプリでね、まあ、やった方が楽っちゃ楽ですね、はい、だからあんま慣れてない人だったら配車アプリでこのグラブとかで使うといいんじゃないかなと思います。海外、まあ、Uber とかもね、あっちの中南部行った時買いましたけどね、安全上考えたら配車アプリの方が安全かなって感じがします。でこんな感じで今来ましたね。ここでちょっと高速代払う感じです。でこれをだから今ので最終的に高速料金含んだ総額が運転手の携帯に、表示されます。なのでその額をね、支払って終わりになります。ぼったくりに関して基本的にこういった配車アプリに関しては、ね、ほとんど心配ないです。私他国でももちろん利用したことは、まあタクシー結構利用することが多いんですよね。で、その点では初心者とか旅慣れてない人や、まあ女性にはね、お勧めできるものです。あの安全上ですね。はい。で、これはもちろんこのタイだけでなくて他国においても同じであって、タクシーよりも配車アプリの方が安全度が増すっていうのはね、私にも実感しているところです。まあ慣れた方だったらね、タクシー交渉して乗って全然問題ないと思うんですよね。